数字を見ていただきたいです、はい、おはようお兄ちゃんということで、山本先生、お久しぶりです。お久しぶりです。このオフシーズンのこの体を見て、こういうところをもっとこうした方がいいんじゃないかとか、こういうところいいねっていうのはちょっと評価していただきたいです。はい、わかりました。はい、ぜひ僕の全てを見ていただきたいです。はい、よろしくお願いします。はい、はい、まあ、全てをちょっとですね、このように確認させていただいてるんですけれども、はい、パッと見てやはり三頭筋非常に太い、腕が太いですので、まあ、日本人選手としてもかなり目立つと思うんですけれども、そのせいでちょっと肩と腕とのバランスとしてもう少し肩が欲しいということになってきます。で、特にですね、肩の前も欲しいんですが、ちょっと背中を見た時のリアが、バックボーンの時のここのリアのこの盛り上がりがもっとボコンとなってくると全然違ってくると思います。で、あとさらにもう少し僧帽筋も欲しいかなというところがありますので、このリアから僧帽筋にかけて、そして背中全体的な厚みですとか広背筋も下からしっかり広がっておりますので、背中は非常にいいと思います。で、ハグもちゃんと持ち上がってますので、ですので足は特に問題ないんですが、足のですね、このセパレーションのところ、はい、内側広筋、外側広筋非常にいいんですが、この真ん中の大腿直筋、中間広筋、そのここのところがもっと盛り上がってくると全体的なセパレーションが非常にくっきりしてくると。ですので、この真ん中のセパレーション、あとリア、僧帽、この辺りが発達してきますと、ジャパンオープン優勝狙えるのではないかなと思います。中間広筋と大腿直筋、この真ん中の中間広筋が弱いと、もう少し発達すればよりよく見えると。そうですね、特にその、まあ、中間広、あの大腿直筋という筋肉はスクワットで鍛えにくいというところがありますので、はい、大腿直筋狙うためにスプリットスクワット、前後に開いて、まあ、普通だと前足でやるんですけれども、はい、この時に後ろ足の大腿直筋がすごいストレッチされるんですね。伸ばされる感覚ですので、このスプリットスクワットで後ろ足を意識してやるような種目を入れていくと、かなり足のセパレーションが改善されるんじゃないかなと思います。そしてローイング、肩のリアも一緒に鍛えるということで、ちょっと体を起こして行うローイングでリアに効かせるような感じ、普通のローイングだとちょっとこういう感じになる、はい、あの斜め後ろに引く感じで、背中の発達が非常に素晴らしいのはローイングが上手なんです。ローイングが上手だと肩ではなく背中で引ける。でも逆に上手すぎるので 肩への刺激が弱くなっちゃう。ですので、わざと下手に引くんですね。背中が下手な人って結構垂直に引く。それで垂直に引くとリアに、肩がすぼまるというか、肩のリアに引かせる感じのローイング、これをやっていくと僧帽筋も入ってきます。じゃあ山本先生、ありがとうございました。ありがとうございました。